球園オールスターゲームが今日から開幕です。このオールスターゲームに選ばれました。オールセントラルはピッチャー藤ゲームが今日から開幕です。オールパシフィックの先発山本が東京ドームのマウンドに上がります。小宮山さん、夢の対決第1ラウンドです。楽しみな対戦となりましたね。いや、これはね、見応え十分ですよね。もう本当に楽しみですね。はい、まあ、走力が半端ないバッターですからね。絶対塁に出し打ちました。取った。一塁送球します。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ファーストランナースタート。キャッチャー送球してタッチアウト。盗塁失敗。これはね、バッテリーの勝ちですね。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。この回オールセントラル結局3人で攻撃を終えています。オールセントラルマウンドに上がるのは先発の藤波、バッターは藤原。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打ちました。ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは3番森。ゲッツー崩れでランナー残りました。打ちました。小園二塁送球、二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ご覧いただ、痛烈。これはどう、石を取るようなピッチングが理想です。引っ張った。しっかり捉えた。抜けた。セカンドランナー帰れば先制。ワンバウンドヒットになりました。左中間へのヒット。初球打ち、セカンドの左、抑えた。二塁アウト。三塁タッチはセーフ。ダブルプレーはなりません。オールパシフィック先制しました。球は何から入ってくるか。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。しかしこの回オールパシフィック鮮やかな攻撃で先に点を取りました。オブですね。なるほど。見逃し三振。打ちました。渡辺一塁を送ります。一塁アウト。スリーアウトです。ランナー出ましたがオールセントラル得点はありません。どう、そうですか。打ちました。取った。2球目打ちました。これはどうか。センターライナー掴んでスリーアウトチェンジです。この回オールパシフィック3人で攻撃を終えています。一方オールパシフィックはピッチャーが変わります。高橋がマウンド上に上がっています。いい当たり。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。まあ前の打席走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功で、あっと取れない。外れてフォアボール。ノーアウト一塁三塁。移動してくるランナースタート。キャッチャー二塁送球する。セーフ。盗塁成功。中から決めてきました。ストレート打っていった。ワンバウンドヒットになった。逆転のランナーも三塁を回った。サードランナーがホームに帰ってきました。変化球打った。うちのボール打った。これは面白いところに飛んでいる。タッチアップ。サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。吉川きっちりと犠牲フライを打ちました。オールパシフィックもうこれ以上点はやれません。振っていきましたが三振。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。引っ張った。サード取った。
一塁アウトで3アウトチェンジです。この回オールパシフィック結局3人で攻撃を終えています。次は勝負ですね。決め球をいいところに投げる。三振を取りました。引っ張った。ボテボテ。セカンドが前に来る。渡辺一塁アウト、3アウトです。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。初球打ち、これはどうか、取った、一塁へ。そうですよね、外の球打った、高いバウンド、アウト。しかしこれは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスには森が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。いい当たり、抜けていった。サードランナーがホームに帰っていきました。オールパシフィック1点返しました。3対2になりました。1点差に詰め寄ります。期待を裏切らないバッティング勝負してくるのか。引っ張った、ヒットになった。バッターは5番清宮。外のボール打っていった、高い打球になった。ここは打ち上げています。そしてオールパシフィックはピッチャーが変わります。堀が3番手としてコールされています。ね、なるほど。さあキャッチ、変化球で空振りを取ります。次が4球目、ふわふわっと上がった、掴んで3アウト。追加点は奪えませんでした。7回の裏オールパシフィックの攻撃です。ライナー性のいい当たりでしたね。タイミングザーッと当ててしまいました。デッドボール、ライト線へ持っていった。大きな打球入った、ホームラン。上林逆転ツーランホームラン、逆転に成功しました。この回のオールパシフィック4対3値千金の一発を放ちました。1点リード、試合をひっくり返しました。今のバッティングご覧いただきましょう。いや本当にうまく反応しましたよね。ここで奪った主導権、勝利に結びつけなければいけません。しかしこの回オールパシフィック貴重な得点でリードしました。7回終わって5対3、オールパシフィックが逆転しました。打ちました、弾き返した打球はセンターへ。打ちました、ショート取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。さっきはいい当たりでヒットを打たれてますからね。ここはタイミング、ジャストに、あっと強い当たり取れない、落ちた、ヒットになる、抜けていった。バッターランナー一塁を回った、変化球打った、取った、アウト。瞬時に素晴らしい反応を見せました。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。今のは判断が良かったですね。何を取りたいですよね。ライトへ持っていった、頭上を破っていく、オールセントラル1点返しました。5対4でした。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。ここはバッターがゾーンを広げて対応、ジャンプしてナイスキャッチ。スタンドのファンからも歓声が届きます。難しい打球、サードがうまく掴みました。これで2アウト。ランナー帰れば同点でしたが、ここは素晴らしいプレーで抑えています。いや本当に難しい打球だったんですけど、よく取りましたね。三遊間抜けていった、バックホームする、サードランナーがホームに帰ってきました。オールセントラル同点、5対5、オールパシフィックなおも三塁一塁のピンチ。追いつかれましたね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。その警戒すべき小園が打席に入っています。見逃しで三振を奪います。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。ご覧いただきましょう。最後は三振で勝ち越しは許しませんでした。まあそうですね、とりあえずですけれども、まあなんとかといったような感じですかね。インサイド打った、破っていく、センター前、センター前ヒット、サヨナラのランナーが出ていきます。次が2球目、走ってきた、キャッチャー送球してアウト、盗塁失敗、飛んでいます。ワンボールツーストライク、変化球打った、高いバウンドになった、一塁アウトで3アウト。この回オールパシフィック結局3人で攻撃を終えています。1点もやれない場面での登板なりません。バッターは鈴木、今日は盗塁を決めています。パシフィック同点でこの回を迎えています。里崎さん、まあこの展開ですから。ボールでしたけどね。はい、外に決まりました。ワンボールツーストライクです。痛烈な打球、レフト見上げる打球、入った、ホームラン。続き
勝ち越しホームラン。オールパシフィック、この終盤リードを奪われる痛い一発となりました。オールパシフィック勝ち越しを許します。6対5になりました。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。この回1点ビハインドに変わります。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。延長戦、ここでリードを奪われてしまいました。オールセントラルが1点リードとなりました。10回の裏、オールパシフィックの攻撃です。そしてオールセントラルがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ、このピッチャーを打ち崩せるか。取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。1点ビハインドでの攻撃です。しっかり捉えた。ワンバウンドヒットになりました。センター前ヒット、同点のランナーが出ます。ツーを取りたい場面ですね。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、二塁タッチアウト、盗塁失敗。ここはスチールを阻止されてしまいました。いやー、これは残念でしたね。ほっとしたでしょうね。同点のランナー打ち上げた。このフライはヒットになりそうだ。三塁線ワンバウンドフェアだ。バッターランナーは二塁まで進みました。同点のランナーが出塁していきます。さあ、オールパシフィック、ここで長打力のあるバッターを迎えています。ストレート打った、セカンドがよく抑えた。一塁アウト、ファインプレイ。ランナー二塁は変わりません。いやー、抜けていればもちろん、まあここは繋いでおきたかったんですけどね。1球目、変化球がいいコースに決まります。外低めに変化球が決まります。低め見ました、ボールです。さあ、4球目は何か。空振り三振、前にボールを飛ばせません。試合終了。オールパシフィック、痛い敗戦となってしまいました。どうもありがとう。この辺りで東京ドームから失礼いたします。